エレバンはアルメニア共和国の首都である。イエレバン、エディバン、エレブに、エレウンと呼ばれていたこともある。エレワン、エライブン、エリブンなどの表記も見られる。ロシア語ではかつてと表記されていたが、1930年代頃から言音に近いと綴られるようになった。人口約106万人。機械製造や金属業、ワイン、ブランデー製造、タバコ製造業が盛ん。 フラズダン川が市内を流れる、南にアララト山を望む、現存する世界最古の都市の一つとされており、また創世紀に語られているエデンのソノが存在していたという伝承のある地でもある。紀元前8世紀頃にはすでにウラルトのエレブに、要塞がアルギシュティ一世によって、北カフカースからの攻撃に備え、この地に築かれていた。紀元前4世紀までには、 アケメネス町のアルメニアサトラップの主要な町になっていた。ヨーロッパと中央アジア、インドを結ぶ交易路の中継地であったため、658年、アラブによって征服される。その後、アルメニア人のバグラとアサの中枢として栄える。1387年、ティムールによる包囲、略奪に遭うイルハン町の中心都市の一つともなる。百七十二年のエレバニー後 オスマン帝国とサファビー朝の拡築の場となっていく。1604年にはアッパース一世の命により多くの市民がペルシアに連れ去られた。1679年には大地震に見舞われた。サファビー朝ではエレバンハン国に編入される。1827年第二次ロシアペルシア戦争においてロシア帝国がガージャール朝を撃破し、 1828年のトルコマンチャー条約役でロシア領となった。その後、エレバンには多くのアルメニア人がペルシアから帰還してくる。1854年以降、都市計画がなされ、多くの大学が設立され、ギムリアトビリシ、アゼルバイジャン方面への鉄道建設がなされた。ロシア帝国が崩壊すると、1918年、中世以来の独立国家となった。 アルメニア共和国において、エレバンは、首都となった。1920年に、アルメニアが共産化し、1922年に、ソビエト連邦構成共和国を構成する、共和国の一つとして、アルメニアソビエト社会主義共和国が誕生した際にも、エレバンはその首都となり続けていた。エレバンは、アルメニア人建築家、アレクサンドル・タマニアの都市計画に基づき、 近代都市へと作り替えられていった。1965年、アルメニア人、虐殺50周年をめぐるエレバンでの抗議運動は、ソ連における最初の大規模な反素運動へと発展した。1966年に、市内のチツェルナカベルトに、虐殺の追悼碑が混流された。1991年9月21日、ソ連崩壊に伴って、 アルメニア共和国が独立を宣言した後も、エレバンは首都であり続けている。標高1000メートルほどで、アララト平野の南東に位置する。三方を山に囲まれ、南はフラズダン川に向かって下降している。フラズダン川が市を二つに分けている。エレバン市街とアララト山、欠片の気候区分では出順大陸性気候に属する、内陸で、 盆地的な地形から夏は極めて暑く、摂氏40度近くまで上がることもある。一方、冬季は寒さが厳しく、低く、摂氏15度以下になることも多い。積雪も多く、近郊の山々はスキー場となる。ソ連時代はロシア人、クルド人、アゼリー人、イラン人も多く居住していたが、1988年の ナゴルノカラバフ戦争でアゼリー人の人口は消滅しアルメニア人と入れ替わった。ロシア人の多くも1990年代の経済不況でエレバンを離れた。したがって住民の多くはアルメニア人となったがヨーロッパや北米への移民流出が続き人口は減り続けた。人口が増加に転じたのは2007年以降である。 アルメニアの GDP の過半はエレバンが生み出す。1990年以降、深刻な経済不況が続いているが、石油化学産業、アルミニウム産業等が盛んである。水力発電も盛んである。ワインやブランデーの生産でも名高い、ズバルトノッツ国際空港、ズバルトノッツ国際空港エレバンの西 10km のズバルトノッツに位置する国際空港。 アルマビアの本拠地である。2004年から拡張工事が開始され、新国際線ターミナルは2007年に完成した。もう一つの新ターミナルは2012年に完成予定。エレバン駅南カフカース鉄道の鉄道駅である。国際列車は、現在、政治的理由から、トルコやアゼルバイジャンへは運行されていない。唯一の国際列車は、グルジアのトビリシー駅である。 イラン方面も、エレバンからの路線はない。バス市の中心部の広場から、トビリシアイランのタブリーズや、テヘラン行きの長距離バスも出ている。市内交通エレバン地下鉄が1路線ある。旧ソ連式の豪華な駅舎である、トロリーバスの路線が市内に24路線、張り巡らされている。20世紀初頭から運行されてきたエレバン市電は2004年に廃止された。現在、 エレバンは25の姉妹都市を有している。ありがとうございます。